ショーン・リッカーはアメリカ合衆国のプロレスラー。メリーランド州、ヘイガーズ・タウン出身。LA ナイトのリングネームで活動。2002年2月15日、NWA 加盟団体である NWA ワイルドサイドにて、デュースのリングネームでオニキスとタッグを組み、シャドウ・ジャクソンジョニー・サイコを相手にプロレスラーデビュー。2003年より、 オハイオ州シンシナティを拠点とするファに入団。11月2日に、オーガブーガとタッグを組んでブラックミリティア率いるザ・ミリティア、そしてリックス・ブラザーズとファデビュー戦ながら2試合をこなした。ザ・ミリティアとはこの日の対戦をきっかけに短期構想に発展している。2005年よりリングネームをリックリックへと変更し、2006年5月1日には、 オハイオにてショーを行った WWE にスポット参戦して前座番組であるヒートにジョン・モクスリーとタッグを組んでビッグショーを相手にハンディキャップマッチに挑むも秒殺された2008年よりファにおいて中心選手の一人として活躍し始め2009年にはリングネームをリックリックレイキスに変更しさらなる飛躍が期待された6月3日に出場したのを最後に ファから対談した。ファ対談後、NWA 加盟団体の M1 ワットに、本名名義で参戦。ブライアン・ケージとのタッグチーム、ナチュラルセレクションを結成して2010年1月29日に、M1W タッグ王座を獲得し、名タッグへと成長すると、ロックネス・モンスターズとの構想を展開。同年には、M1 ワットのみならず、ユフや SCP、そして、 CWFH といった NWA 加盟団体に参戦。CWFH には M1W と並行して長期参戦するようになり、NWA ヘリテージタック王座をめぐって、ロックネスモンスターズとロスル・チャズとの三つどもえ戦や、ヤングハリウッド、ザ・トライブと熾烈なベルトの争奪戦を繰り広げた。2011年7月にナチュラルセレクションを解散すると、 本格的にシングルプレイヤーへと転向し、NWA 系列の団体で第一声を走った。2013年5月、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。新設された WWE パフォーマンスセンターにてトレーニングを開始し、10月に NXT に昇格。同月10日のテーピングのダークマッチにて、スレートランドールのリングネームで出場し、 吉達との対戦して勝利した。NXT ライブでの出場機会に恵まれ、長期間トレーニングに励んでいたものの2014年7月31日に、WWE から解雇となった。WWE 解雇後、2014年9月5日、フィップにて行われた、フィップトリオーザ争奪トーナメントに、マイケル・ターバーメイソン・ライアンと組んで出場するが準決勝にて、 ドスベンデ・ホス・リン・セドラドと対戦して敗戦となった。2015年2月16日、ティネが行った、ワンナイト・オンリーのガットチェックマッチに出場して、好成績を収めたことにより、ティネと契約を交わし入団。イーライ・ドレークのリングネームで活動を開始。ドリュー・ギャロウェイが一人で、ビートダウンクラウンと構想を展開するが、 数の多さに抵抗できないことから3月27日、リングを占拠するビートダウンクランに対しバックステージから登場して、マイクアピールにて、新たな仲間を連れてきたことを予告すると客席からマイカと共に現れ乱闘を行って追い払い、そしてトリオユニットであるライジングを結成。ライジング VS ビートダウンクランの構想は、熾烈な展開となる中、7月1日に、 決着戦である3対4のハンディキャップ、形式イリミネーションマッチを行いマイカのカウント負け、自身の負傷欠場で簡単に劣勢へと陥るが、ギャロウェイがケニー・キング、ローキーを破り食い下がったもののヘルナンデスと、MVP に抵抗できず敗戦した。ビートダウンクラントの構想後、ギャロウェイが自身とマイカには頼りにならないと切り離し再び一人で、 試合を行うようになるがこれに憤慨したことにより、ギャロウェイを襲撃してライジングは解散となった。8月5日に直接対決を行い最後に丸め込んで勝利。同月19日、因縁に決着をつけるためにギャロウェイとノーディー級マッチによる再生を行い、最後に机に叩きつけられて敗戦した。2017年8月18日。 GFW の収録にて空意となった統一、GFW 世界ヘビー級王座をめぐりクリス・アドニス、エディ・エドワーズ、ジョニー・インパクトと4ウェイマッチを行い、エドワーズからホールを奪い勝利。王座を体感した。ありがとうございます。